フェデリコ・テシオ・フェデリコ・テシオは、イタリアの馬産家、馬主、調教師、上院議員である。当時、競馬が始まったばかりのイタリアで、年間わずか十数頭の生産馬から、リボー、ネアルコ等の世界的名馬を生産した。異名は、ドルメロの魔術師、トリノの裕福な家庭に生まれた。幼少の頃に両親を亡くし、モンカリエリの寄宿学校で十三年間学んだ後、 軍隊に入り、騎兵隊の将尉として、軍役を終えた。その後両親の遺産を受け継ぐと、世界旅行に出かけ、フィレンツェの大学の外交官課程で学び、ギャンブルに溺れたり、アマチュア騎士をしてみたりと、気ままな生活を送っていた。テシオの天気は、妻リディアテシオとの結婚である。1898年、ミラノ北部マジョーレコの近くにドルメロ牧場という、 小さな牧場を開いた。この時、手塩29歳であった。1930年頃、シオは、オルジアタ牧場を所有するマリオインチイサで、ラーロケッタ、公爵を共同経営者に迎えて、ドルメロオルジアタ牧場会社を設立し、生産規模を拡大した。これにより、インチイサの経済的援助を得ることができ、また冬の間は温暖なオルジアタ牧場に馬を、 移すなど柔軟な経営が可能となった。その後は、ネアルコ、リボウなど数々の名馬を生産し、ヨーロッパの競馬界で一時代を築く。テシオは1954年5月に死去した。その後のドルメロオルジアタ牧場会社は、妻リディアテシオとインチイ酒に引き継がれ、リディアが1968年に死去してからは、インチイ酒の単独経営となった。 ドルメロ・オルジアタ牧場会社は21世紀でも馬産を続けており、例えば2019年にイタリア・オークスを制したラメアは同社の生産馬である。生産する馬の距離適性はクラシックディスタンス重視であった。マイラーやスプリンターは好まず、こうした純粋なスピード馬のことは失敗作だとみなしていた。生前、自身の最高傑作は、 カバリエーレダルピーノだと周囲に語っていた。ネアルコは真のステイヤーではないとして、テシオ自身の評価は低く、また、外旋門賞を連覇したリボーは、テシオが死去した時点では未出走であり、そのレース姿を見る機会はなかった。テシオの配合方針はかなり複雑で、著書、サラブレッドの生産にまとめられている。配合理論としてはニックスを重視していた。 また配合するシュボバの選択にあたっては、スピードと早熟性を重視していた。ただしテトラテマのような喫水のスプリンターのタネボバは、起用せず、3歳児に優れた成績を残して4歳児は、クラシック競争で活躍できるような、優れたスピードとある程度のスタミナ等を合わせ持った、シュボバを理想と考えていた。テシオの馬さんにおいて、重要な役割を果たしたシュボバに、アブルサックとファロスがいる。 馬さん屋には、牧場に種ボバを置いて、繁殖に多用するタイプと、牧場に種ボバを置かず、手持ちの品馬とた牧場の種ボバで繁殖を行うタイプがいる。手塩は明らかに後者のタイプであり、第二次世界大戦中は、やむを得ず自分の牧場に種ボバを置いたものの、それ以外の時期は牧場に種ボバを置かなかった。これは所有場全体の血統的多様性を維持するためと、 繁殖品馬の配合相手を選ぶときに、欲や未意気によって判断が狂わないようにするためで、あった。自分の生産したシュボバは、時代の生産にあまり使わなかったが、例外もあり、リボーは、不景相祖父のカバリエレダルピーの、祖父、ベッディーにトーテネラにそしてリボー自身と4代続けて手仕様の生産である。安価な繁殖品馬を導入し、 世代を重ねて改良することで成果を上げた。リボー、ネアルコ、ドナテーロは、いずれも、テシオが安く買ってきた、繁殖品馬の孫世代である。ただし特定のメス系の存続にこだわりすぎるのは、特策ではないとも考えており、毎年イギリスのニューマーケットに赴いて、新しい品馬を何等か購入し、牧場の繁殖品馬の顔ぶれが固定しないように、少しずつ入れ替えていた。 エイブラム・エス・ヒュイットは、著書、名馬の生産でテシオを同時代の著名な馬参加のアーガー・ハーン3世やマルセル・ブサックと比較し、以下のことを指摘している。なおテシオの共同経営者であったインチーサによると、1939年頃にアーガー・ハーン3世が、イギリス及びアイルランドに置いている彼の持ち馬を丸ごと買い取らないかとテシオに持ちかけたことがあったという。 金銭的な条件面では折り合いがつきそうだったが、不重条件の面で合意に至らず、実現しなかった。イタリア国内での数少ないライバルに、ジュゼッペ・デモンテルがいた。デモンテルは豊富な資金力を背景に、各国から両決馬を次々に導入し、1929年には、テシオに先んじて、オルテロで外戦紋章を制覇している。当時のイタリアで、 自分の繁殖品場を国外の種ボ馬のもとへ積極的に送り込む馬産家はテシオとデモンケルくらいしかいなかった。テシオは美術愛好家であり、生産場には美術家にちなんだ場名を与えていた。場名のもととなった美術家には、例えばボッティチェッリ、ミケランジェロ、ドナテッロ、ドーミエ、トゥールーズロートレックなどがいる。 代表生産場のリボーとネアルコは、それぞれフランスのテオデュール・オーギュスタン・リボーと古代、ギリシャのネアルコスから名付けたとされる。中村不施から取ったとされる、中村・高村光太郎から取ったとされるトカムラといった生産場もいた。手塩自身が画家でもあり、妻、リディアの肖像画や、自身の生産場の絵などを何点か残している。また家具作りも趣味としていた。一時期は、 自前の家具工房を持つほど熱中しており、ドルメロ牧場の家具類のほぼ全ては自分でデザイン、製造したものであった。など、ありがとうございます。